シーフードヌードルシーフードヌードルとは、日清食品が1984年7月23日に発売しているカップラーメン。日清食品の公式ホームページでは、カップヌードルシーフードヌードルと表記されている。魚介の旨味と白濁スープで独特の味を出している。具材は、イカ、カニ風味かまぼこ、卵、キャベツのほか、2009年7月上旬出荷分により、 具材に、イタヤ街の貝柱が追加されたが、2015年7月出荷部により、再びイタヤ街の具材が廃止された。2004年放送のフジテレビのバラエティ番組、トリビアの泉。素晴らしき無駄知識のトリビアの週のコーナーで、中華人民共和国の高級宮廷料理人が一番美味しいと思うカップラーメンは何かという企画で、620種類ある。 カップラーメンのうちで2004年上半期の売れ筋20商品の中から本商品は1位に選定された。インターネットをはじめ長年にわたって各所で囁ささかれてきたシーフードヌードルを牛乳で作るとうまいらしいという噂がきっかけで本商品を派生したミルクシーフードヌードルが発売された。2018年には魚肉をベースとしエビの風味を効かせたエビナゾ肉が入った。 シーフードヌードルチンシュナズお肉、ガーリックシュリンプ味が発売された。2020年10月19日に5年ぶりのリニューアルを実施。スープに合わせて新たに魚介の旨味にこだわった特製かまぼこ具材、ほぼイカを採用。従来のイカ具材と合わせ、ダブルの味わいとなった。CM には歌手の早見優を起用。早見の代表曲である夏色のナンシーの歌詞の一部を いかに変えて自ら歌唱している。2020年10月リニューアル。ありがとうございます。